豪華だね、野郎、少しやがって。復旧前にな、強烈なの送らせてやろうと思ったのに。おい、まあそれでもおい、岡田、元気そうじゃねえか、おい。6.7 大阪城、おら。おい、もっともっと元気100倍で来てくれよ。それにしても、新日本プレス、よくぞ。カード組んだからな。よくぞ俺に、もう一度チャンスをくれたな。もう心から感謝するよ。なあ、山が動いたんだ。岡田和志が動いたんだ。カード決まったら、おい、安っぽい言葉いらねえよ。あとは大阪城ホールに向けて、最高のベストコンディションで望むだけだ。それから、内藤がなんだかよ、俺に対して、嫉妬してるって言ってるけど、内藤嫉妬するのちょっと早くねえか、おい、内藤、お前にはもっと嫉妬させてやるからよ。そのためにも、6.7 大阪城ホールは、ネバー無差別級6人タックルベルト、タイトルマッチが明日の後楽園ホールのメインで決まったようだな。チャンピオンチームがもし勝ったら、あのベルト最多防衛記録が更新されるそうじゃない。でもそれはもし勝ったらの話だからな。試合後にベルトを手にしてるのは俺たちだよ。いよいよ明日はネバー無差別級6人タッグ選手権試合。もちろんネバー無差別級6人タッグ王座が最終目標ではない。それは武士も真田も、そしてチャンピオンチームである吉橋も後藤も石井も同じでしょう。でも今日今俺はネバー無差別級6人タッグ王座に集中してるし、明日はネバー無差別級6人タッグ王座を取るためにここ後楽園ホールへ来ますよ。俺たちがネバー無差別級6人タッグ王座を取ることが高木への援護になるとは思わない。それは別物でしょう。でもプレッシャーはかけられるかな。明日はそういう意味でも俺たちにとって負けられない戦い。ワクワクするぜ、カブラン。あのスイング本気で取りに来てんのかおめえら。よいしょ、いよいよ明日5度目の防衛戦だ。明日もしっかり勝って最多防衛記録更新したいと思います。総理、今、そう、最多防衛タイ記録、現在、明日、必ず更新する、必ずだ。まあ、僕なら別に復帰戦だなんて思ってないですけども、まあ、実際、ね、前回のドンタクの試合の方が、間は、ね、間は空いたわけですし、別に普通の試合をしただけ。まあでもいろいろ不安な中でも、こうやってねチャンピオンと組んでね、またあの3人の勢いっていうのをもらったんで、またタイトルマッチに向かってやっていきたいと思います。まあ今日が最後の前哨戦だったんでね、まあ高木さん、相手にとって不足はないんじゃないかな。まあ、ニュージャパンカップ準優勝ですし、一回、ね、挑戦して負けだとはいえチャンピオンがいなくなってしまったわけですから、まあ、先頭にそのまま座ってもおかしくないと思いますし、ただね、俺と対等に物が言えると思うんだよ。しっかりと教えてやったろ、試合後は。もうな、見てるレベルも住んでる世界もプロレスラーとしてのレベルもだいぶ違うんだよ。ただ次の戦いベルトが絡んでいるかもしれないけども、まあ、こういう
状況の中をしっかりとひっくり返すいい一戦になるんじゃないかなと思います、まあ、ベルトを取った上で、うん、次は、うん、まあ、本当であれば東京ドームで戦う予定であった相手としっかりとね、それはまた戦って自分の中でも消化したいんで、うん、まあ、何があろうとね、まあ、いろいろあったけども一つだけ言わせてもらうと、プロレスラーは超人です。